はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ久しぶりですね、このデッキ使うのピアーメンツです。いやこれね、俺も何億年ぶりかっていうぐらい、ね、久しぶりに多分動画にするんじゃないかなと思うんですけども、ティアラメンツ何が強くなかったかっていう話、診断で実装された、このマナデムトリロスークタっていうモンスターと、あのアムリターラっていうモンスター、これがですねティアラメンツサポートにもなっていまして、アムリターラがどういう効果を持っているかっていうと、ビサススタフロスト系のカードをサーチできるよっていう効果があるんですよ。でビサススタフロストって書いてあるカードが、まあ、かなり多いんです実はティアラメンツ世界に、例えばまあ、トリビカルマであるとか、クライムであるとか、それからまあ、リフレーミング、ハートビーツ、スクリーム、カラリウム、ペルレイの、ライフォビア、グリーフ、あーもちろんサリークも、これね全てサーチできますアムリターラが。めちゃくちゃね、ティアラメンツサポート熱いんですよね、こいつ。で、アブリターラをね、出すときには、中内体以上プラス光属性モンスターっていうね、条件なんで、これ、リームハートを特殊、あ、召喚か特殊召喚すると、マナデムカード持ってこれるんですけども、これでですね、ミークを持ってきて、ミークとリームハートでシンクロ召喚して、トリロスーク垂らすと、もうすでに、アムリターラの、こいつが中内蘇生できるんで、アムリターラの素材が揃うということで、リームハート1枚イコール、アムリターラなんですよ。これね、アムリターラを出すと、一応ね、あのレイドハート特殊召喚までグリーフつなげていけるんで、これ、なんも妨害なければなんですけど、リームハート1枚から、まあ、キトカロスまでつながるようになりました。はい、これめちゃくちゃ強いです。で、まあ、レイドハートとか、リームハートとかで、まあ、その世界的な、世界旅行的な展開をしながら、まあシェイレンとかハウフニスの墓地に送って、まあ、融合していくっていうね、まあ、そういうね、まあ、融合するのは今まで通りと変わんないんだけど、まあ、メイルーがいねえから融合回数2回になってて、まあ、そこかなりきついんですけど、ティアラメンツ一気ね、まあ、ビーステッド飛んでくるとかなりきついんだけど、確定ルートとかでバロネスクムーブとかもあるんで、まあ、ちょっとその辺はね動画を見ていただければいいかなと、はい、思いますんで早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。5億年ぶりにティアラメンツを使っている男、絶対プレミしてるんでよろしくお願いしますという保険をかけておきながら行きましょう。ちょっとね、久しぶりに使いすぎて一体何し、どうやって動くかしなんだっけってなってますけど、はい、通りますねこれ。あ、通りますねこれ。あ、マジでやった。通らんかったらマジで本当に何もできんくてんだったのよ、これこのハンド。ちょっとやっぱあれだね、そのシェイレーンとかさ、引っ張って切りにくくなってるじゃないですか。まあ結構ね、リミットもいろいろかかってさ、あとハーフにしてもね、バンバン制限になって、あいつにね、なんだっけ、レベル2のメイルーだ、メイルーちゃん、まあメイルーじゃなくてキガメイルーって言われてますけどね。でこれで、あ、言われてない、マナデムトリノスークタとチューナーで、チューナー同士でシンクロ召喚するビサスアムリターラ、アムリターラ効果なんか全部通るの、全通り、7通りするぞ。これグリーフだな。これちなみに、ね、一応ね、あれ確定します。マナデムから一応何も妨害なければね、妨害なければ、なんかすごいなんか理想的なムーブさせてもらってるんだけど、マジありがてえわ。でライトハートで、ライトハートここか、ライフォビア、ライフォビア、発動でこうか、スタフロストで、スタフロスト爆発させて、ではい、よいしょ。でこうして、でですね、ライトハーティングで特殊召喚して、でティアラメンツグリーフと、発動を、戦士族モンスターを、デッキから出しながら、ビーサスサクスを送る。そうすると、レイノハートが確定なんで、こうするとですね、一応キトカロスが確定します。はい、一応マナデムリームハートから、これ結構強いですよね。これあれです、メタクズさんから教えてもらいました。はい、まあ、X で投稿してらっしゃった展開をまんま思いっきり普通に取り入れております。でティアラメンツキトガラスの効果、ティアラメンツクシャトリラーはちょっと墓地送りました。これ2枚墓地肥やしますと、はい、まあ、この動きですよね、基本的に墓地を肥やす動き、これからをね。あ、シェイレン落ちた。いや、でも今落ちてほしくなったな。ちょ、今違うんだよな。
今ちゃうねん。ちょ、その後、この後だったんだよな、押し欲しかったの。まあ、しょうがねえか。で、テーラメンつけたのスコーカー。いや、これでも結構当たりが少ないぞ、じゃあ。もう今、シェイレン1枚しかないんですよね、当たり。デッキの中に。やばくない？デッキの中に当たり1枚しかないんだ、これ。やば！どんだけ当たり少ないの、これ。まあ、一応8枚壊せるけど、これ。8枚肥やせるとはいえだよな。当たれ。当たんねえか。当たんねえな。あ、まあ一応レベル4は供給した方がいいか。メタロイズだこれ。効果の墓地から出た場合、自分の墓地からティアラメンツ回収できる。あ、じゃあこれティアラメンツレインのハート出して、これあれだな。メタロイズ墓地を送ってシェイレーン回収するんだよ、つまり。把握。で、スクリーム効果でデッキから、これ何持ってんだろう、グリーフか。あー違うわ。サリークか。サリークかな。サリーク。加えて、レイノハート効果で特殊召喚して、で、メタノイズ送って、で、メタノイズの効果でシェイレーン回収、シェイレーン効果で、白雪切るかな、これ。で、こうして、こう。なんか意外と、いい感じで回ってるよ。結構いい感じで回ってる。今のところ。で、これでシェイレーンの効果使って、で、特殊召喚して、えらい発生とかなんか、ぶんましてくる。シャドール、ビースティング。で、ビースティング効果。あー、今いらないね。これはね、これ3にしていいね。3にして出しましょう。一旦こうするじゃないですか。で、これで重シンクロしに行く前に、まず一旦エクシーズします。で、これで相手のターンにシェイレーンを効果で墓地に送ることができるという話ね。で、リーダーでしょ？で、黒シープね。もったいねえな、これ。これ、こうすればいいわ。こうして、こうでの。これ、バロネスだろ？こうすんだろ？で、白雪特殊召喚すんだろ？これで黒シープだな。で、あと、除外するのはもう、あんま関係ないやついいから。展開に関係ないやつ。展開に関係ないやつ、この辺。これ除外します。白雪出てきます。モンスターとして爆誕します。で、ここ黒シープ出します。いいよ。いや、結構いい感じだよ、今。で、ビーシャス・アウストラード。これ確定でね、墓地をしますから。リームハートからいったら。かっこいい。で、アストラードちゃんが特殊が成功したので、黒シープの効果。自分の墓地からレベル2のチューナーちゃんを釣り上げまして、やっべ、時間で。やっべ。これで、こう。来た。一応、なんか結構展開できた気がする。で、カードしましょう。セット、エンド。まあ、レベル重心化の正直、双剣対抗、昌栄でいいですけどね。はい。まあ、個人的には、エジルギムルが好きなんで、エジルギムルにしてるんですけど、ちょっと枠なくて。双剣対抗、昌栄さんがかなり強いので、双剣対抗、昌栄さんの、これ何これ、どっちこれ、これでいいな。これワンドローしたいな。魔法カードちょうだい。魔法カードちょうだい。魔法カード。なにこれ。あ、スプライトブルー。おー、はいはいはい。なるほどね。スプライトブルーちゃんはいただいて、で、これであとは、リダンの効果がいつ発動できるか否か問題なんだけど、参戦の GO! やるやん。まあ、メインフェーズで効果使ってないから、まだ参戦の際はまだ、あれだな。発動条件満たしてねえから、これ何すんのこれ。無限保養か。あ、サイか。なるほど。参戦の際あるの。いや、参戦の際あるっていう情報。まあ、もういいか。ロロール&ロックバード打つわ。ドロバ打って、どうしますかと。通りますか。あ、通った。来た。まあ、参戦の際は打たれる。まあ、参戦の際はね、一応リフレーミングとかバロネスあるんで、無効にできるから大丈夫だな。参戦の際。ドロールあるから2枚ドローできない。コントロール L。まあ、これは普通に無効にする。で、リフレーミングは何でも効果無効です。シークロモンスターいれば。モンスター、魔法、トラップ、何でも無効。よし、いいぞ。で、京都ウォーター、やばい！それはやばい！それだけは絶対に止めなければならないとおばあちゃんが言ってた。これだけはね、絶対に止めなければならないとおばあちゃんが言ってました。除外。あぶねー！あぶねー！あれあるとろくなことないからな。リチュアービス！リチュアスプライトじゃん。
めちゃくちゃ珍しい。最近全く見んくなったな、リッチャースプライト。でシェイレーン墓地を食って、でシェイレーン効果、シェイ効果発動することによりゾージーが撃たれる。まあドロールだから関係ない、意味ない。ドローリング&ロッキングバード、ドローリングアンディングロッキングバーディングが発動されてるんでね、今関係ないです。はい、相手忘れてんのかなこれ。でとりあえずこれ、タコちゃん出して、でレベル2を消せばもう相手のデッキ何もできないでしょ。おい、史上最強のタコ、遊戯王界史上最強のタコ、爆弾効果発動で、バウンスで効果発動。黒石でこれ何蘇生したいんだこれ。レイナハートか、レイノハート癖な。レイノハートくらいしかねえか。レイノハート特殊は、はい。はい。で、レイノハートちゃん効果そう。やばいよ。28秒しかないから。やばいやばいやばい。28秒しかないから。やばいやばいやばい。ああ、危ねえ。破綻でくれてありがたかったわ。対戦あたした。G トーンなかったらおつやだな、俺。G トーンなめ、今手数は出るか、言うて。ペルレイノからの。シェイレーン&レイノハート&やべこれ増殖筋投げよう。ちょっとやめてください、もう展開しないでください。うららやめてください、うららやめてください、うららやめてください、うららをやめてください、うららをやめよう。やめられた、やったー、ゾージー通った、でけー。いやゾージー通ったらでかいけど、いやでかいけどこれ貫通されたらやばいか、さすがに。いやでも手数は出るか、結構なんか一生動かれ続けるみたいな盤面作られたら、ちょっと2ミル入ってないですよ先生。先生、僕ちょっと2ミリ入れてないぞ。止まっていただけないでしょうか、止まっていただけないでしょうか。若牛、はい、若牛、はい、若牛爆発。いやこれ止まってくんない、もしかして。はいはい、ドロール、あーワンチャンドロールあるな。ゾージ自分で撃ったけどドロールあるな、結構。いやこれ、ちょっと待って、これワッチャドロールマジある。ドロール打とうかな、ドロール打った方が展開弱くなりそうじゃない、相手の展開。こっちの増人より今打つドロールの方が強そう。いやあるだな、これちょっと次加えたらドロールぶち込もうかな。まあ、何加えるかによるか、何加えるかによるけど、なんかマジでドロールぶち込んだ方が強いんじゃないかっていう。いやさすがにそんなことないか。バグースかだ、止まってくれた、なるほど。バグースかストップエンド、まあ、それはありがたいな。なるほどなるほど、このバグどうしよう、このバグちょっとペルレイノかなんかで破壊するしかないか。ペルレイノで頑張って破壊するしかねえ。でこれはシェイだな、さすがに。シェイからの、シェイからのシャドウールか、まあ白雪あんま意味ねえな。あードロール&ロッキングバーディングきた。あードロールの、まあ、応酬という話がありますね。まあ、これ開始のターン、これ俺もドロール打てるけどな。まあ、チェイレーンの効果増殖しよう。これペルレイノの要は効果さえ通せればいいから。うん。で、まあ、とりあえずこれはフィールドの効果なんで、問題ない。これ、意味ねえな、これビースト。ワンドロールできねえから。ワンドロールできねえから意味ねえ。これ何してないんだ、これ。一応デストルドとか捨てないのかな、これ。ティアラメンツ送ればいいのか、来た。これクシャトリラ送って2枚小屋しで当たり引けばいいのか、こうして、でこう、ああいいいいいい、すごいいい。えこれいけるんちゃう。でシェイ効果でしょ、でクシャトリラ効果でしょ、でこれで全てをしょればいいんだよ多分これ。はい、でシェイからのじゃあなんかこれこれ向こうにならねえわ、向こうにならねえ、向こうにならねえから、これはねこっち戻して、でこうしてまあ真ん中あたり置いとくか。でキトカロス効果とペルレイの効果だから、こチェーン1がキトカロス、チェーン2がペルレイの、でお前死ね、お前消えろ、これ突破したんじゃないか。来た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 、でかい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 、いやでかいぞこれ、
これはでかい。ちょっと待ってね。あとは打点作るに行けばいいから。でこれ何持ってんでしたっけ僕。なるほど、まあ、そんな感じなんでこうだな。でこれでタッコ出して、タッコ出して、タコ出しマウンス、タコ出しマウンスだこれ。はいはい。でちょっとあいつ戦闘ダメージなんかゼロにするみたいな激鬼名効果持ってるから、あのカカシちょワンキルは厳しいかもしれないな。でカレイドハート、はい。で効果発動して、ちょビッグ弁慶、ちょお前帰れ、まあ、帰れ、よし。いやまあこれしかできんか。でもこれしかできないくせえな。いやまあでも十分だろ。これバグースかしょってタコ出して、フセサリークはさすがに強いだろ。バトルフェーズ行こうしよう。ぶん殴ります。はい。でメインツー入ります。でカード1枚セットしますと。でこれでリームハート意味ねえからドロール食らってるから、これはもう本当に何もできない。これエンシェントフェアリー出しても別に何もサーチできないでしょ。ええんだろうね。これで一応タコとドロール と、サリークの効果で相手の動きを封じていきたい。さあかかった、うわ強っ、強ない、マジこれ。戻したらさ、これ出てこない、もしかして。これレギュラスって、レギュラスがこれもしかして戻したら出てこない説、これこれ来たかこれ。ちょっと待って、これもうレギュラスってどうなんでしたっけ、出てくるんでしたっけ、ちょっとあんま分かってないです、ごめんなさい。まあとりあえず戻すのに越したことはないというところで、戻しましょう。はいはいはい。あ出てくんのかい、出てくんのかーい。装備カード扱いとしてこのカードに装備するのは後の処理だったと。うわうぜー、マジかよ、マジスカロックンロールなんだけど。レギラス決め若牛、あなるほどね、若牛、まあ、ドローラーのロックバード打つで、お前そのレギラス使うしかないだろ、レギュー使うしかない。よし来た、レギラスはいなくなった、レギラスはいなくなったってことはサリークが通るってことよ。よし僕あとフリーチェーンで、オッケーいいよ、オッケーいい、問題ない、若牛いいよいいよ。で出してオッケーで、これがいったサーチ入るで、多分これ岩通しかなんか持ってこられるかなんかして、で岩通しを召喚してみたいな動きでしょ、岩通し召喚してみたいな動きで、これカカシー出てくる、でカカシー効果サリークだな、これいいよ、カカシーオッケーいいよ、で岩投手効果もういいよ、甘んじて受け入れよう、仲裁だな多分、あーいいね、そうだなオッケー、でこれ多分カカシーだろ、カカシーここ使うよな、よしで、あオッケー、もう全部わかった、対反応全部当たっける。で、これサリー効果。あれ、中佐やから。もちろん今効果する。で、カカシーの効果を無効にします。タコを墓地送ります。で、無効になりましたタコ効果。来た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 。これは来た。で、タコ特殊。こう。で、墓地送るのはこれ。で、タコ効果と、対象は、若牛でいいか。で、ファウフニス効果。来た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 完封だ、これ多分。で、キトちゃん出すでしょ、はい。はい。で、ちゃんキト出して、おい。いや、これめちゃくちゃ久しぶりに回してるけど、結構俺回せてない、ティアラメンツ。いやだ5億年ぶりくらいに回してるんですけど、意外と回してる気がするんですけど、どうしようか、皆さん、これ。これ、天才ってことでいい、破壊する、これ。これで、あと、仲裁だから、相手の手札。相手の手札は仲裁です。もう何もできません。だから、多分。で、キトカラス効果。
まあ、一応シェイレーン墓地送ってで融合とでシェイ行こうか。はい、ミドラシカンか脱色、まあいや俺ルルカスでいいか、ルルカスでいいや。はいはいはい、強くねえかやっぱこのデッキ。ビーステッド飛んでこなければ、ビーステッド飛んでこないから超重武者環境、これ追い風やぞ、追い風マジで追い風来た。神ゲー、うわー、 G トールカゲーミング始まった。まだこれ増 G トールカゲーミング始まった。超重武者だったらね、うらら引かれてなければ増 G 結構通ってくれるんで、まあね、そこはねありがたいっちゃありがたいんですよね。あ、全然ちゃったわ。天帝の使徒、はい、天帝の使徒、ガルーリング、はい、エクレシアね、いいでしょう。チャンエクだ、大丈夫です。はい、ガルーラワンドロー、いいでしょう。まあでも儀式デッキだったら一応ね、特殊召喚結構してくれる気がするんだけど、ゴードン、やば。確か制限カードになりましたよね、これ。制限カードにドローソースなんか異常になんか規制されて制限カードになってる記憶あるんだけど、普通に制限カード引きやがったか。モルガライト、なに？エクレシア、まあ、エクレシアはいいか、エクレシアはいい、エクレシア、フルルドリス、フルルドリス、クロックワークライト、なにこれ、メタビー、もしかしてこれメタビー臭えな、なんか全ゾージー腐りまくったわ、そんな臭える。いや怖すぎだろ、捨てで癖壊しすぎだけど行くしかないんだよな。カラリウム、なるほど、カラリウム、なるほどな、カラリウム、なるほどな、カラリウム行くしかないか、カラリウム行くしかないで、マナデム、モンスターサーチングできる、リバーの持つ、やべ、間違えた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 、まあいいか、これで破壊すればいいか。レイノハート召喚効果発動、あ、止まれレイノハート、っていうかリブハートの効果発動じゃねえか、なんで、あリあこれあれってこと、これクロックワークライトの打点上がって下がってるから、これリブハートのその1500-2100のモンスターがいる場合の交換条件満たしてるんだ、これやばい、やばいこと起きた。サーチ先間違えたし、そもそもサーチ先間違えた&そもそもリムハート出せないか、どうしよう。いやでも 1ゲングラウンドだったらこれあれだな、次のターンのには動ける可能性あるな、次のターンは動ける可能性ある。まあ今回はこんぐらいで勘弁しようでやるよ。てかクロックワークライト強ない、エクレシア2000だって、いや2倍ドロー強いって、2倍ドロー強いって、クロックワークライト強すぎだよこれ。2000打点のエクレシア抜けなすぎ問題なんだけど、これムキムキじゃん、あのエクレシア、ジム通いのエクレシア来たわ。いやこれどうしよう、これもレイあのリームハート行くしかないんだけど、いやもうリームハート行くしかないけどさ、まあちょっと一旦これ服装ってあれするか、トリビカルも落とすか、はい、対戦ありがとうございました。全然無理。